こと。やばい、初めて完全掌握でいい感じにできるかも。懲らしめておやりなさい。曲を回せ。えー、何これ、すごっ。ゼロ面誰もがみんなマッドギキャスの炎を超熱戦超熱戦この体突き当てるまでもやっていて、ウェルカムたち裸のためなんて関係ないぜ。バーセイバーセイこの上ちぎれるまでは先の段階と勇気折れない心と我らの勇気、やるならガチが当たり前だろ。 We are Seventh TV。おはようございます、よろしくお願いします。さあ前線全勝勝率 100% のお店、ウエスさん環七南葛西店さんやってまいりました。本日は9月1日、53番というちょっと悪めな番号での入場と、とりあえずこれで様子見。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は東京都江戸川区にございます、こちらウエスさん環七南葛西店さんにておれるち。俺打ちとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。ということで早速回っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。取った台が黄門邪魔勝つと困ったら座りがち。さあとりあえず打っていきましょう。抽選人数が70人ほど。僕番号が良かったらもう打たないって決めたリゼロを打っちゃろうと思ったんですよ。2回来て2回ともリゼロに設定入ってたんで、でまあ蓋を開けてみたらね、全然開いてないっていう。まあそりゃそうかって感じなんですけどね。まあ6号機が強いと思ったんで、リゼロが開いてなくても他の6号機でもいいじゃねえかと思ったわけですよ。でいろいろ台を見回した結果、もうそもそも6号機わからんと思って分かる台に座ってしまった。それが黄門邪魔勝つ、全然6号機ではない。まあでもね、僕この台すごい好きなんで打ちがち。ほい、おい、やりました。マグマさばいたり出た時とかにも打ったりしがちなんですけど、それでも超久々に見たな。まあこれは要はめちゃめちゃ熱い前兆ステージ、めったに行かないよなマグマ。161ゲーム投資5000円でございます。素晴らしい。さあ表挑戦、もう絶対的に表挑戦がおすすめ。通してみろ 25%。 はい、いらねえチャンスアップは。よっしゃ、通すんよな。さあド発スタートと、ド発点ついてありますわ。いいね、ド発点で俺事故ったことないけど。まあ60ゲームと、正直俺はド発点こういうものだと思ってるから、うん、俺ずっと思ってたんですけど、このでかいこいついるじゃないですか、鬼武者のガッチャ感ないですか。鬼武者にいたじゃん、紫ガッチャとか。あれ、ガッチャに思いを馳せてたらこれ言ってますね。8ベイ、もう呼ばせません。うっかりとはしっかり八兵衛やってくれました。さあインドチャンス、本日初の裏挑戦と。黄門邪魔究極言うと、ここの 30% 上振れさせたら負けないですからね。いきます。記念すべき一発目はチャンスアップらしい。まあしょうがない、そういうもんだから。あれ、まだ前兆続いてる。このパターンは熱い。ほら縄文突破。今すげえ気まぐれなんですけど、ちょっと予感がするんで、俺これ完全掌握やっていいですか。はい、ものすごい久々に選ぶな裏挑戦以外。よし、楽しむぞ完全掌握アタック。俺はレア子役を引けば引くほどとんでもないことになる系。いきます。もう選ばんすわ。なんとかなるかなと思って今選んだけど、全然なんともならんわ。ちょっと後悔してるもん。さあ大きい上乗せもなく終了と。115ゲームの284枚。9回裏西満塁チャンス。ここもね、自己景気ですから。ゲームスタート。ドン、うわ打った。さあこれ継続しますよ、もう最低保証ではない。いいね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 、
ごくない？おお170ゲーム素晴らしい。やっぱね、完全懲悪っていう普段やらないことを挟んだおかげかもしれない。せっかくだし今日他のいろんなやつやってみようかな。搭載されてるのに全然使ってないし。170ゲームスタートだったにもかかわらず引導チャンスはゼロでした。もう一回やらせてほしい。まあしょうがない、まあ、750枚もちろんプラスです。投資250枚なんで。いやこんないかないけどね、マグマ。そういやー99ゲームもちろん持ちコインです。ありがとうございます。いや俺今日はね全種類選ぶつもり。せっかくだしこのバランス選んでみるか。オリンピアさんもね素人じゃないんだから、どれ選んでも楽しめるように作ってますから。今日はね喋り尽くせよ、黄門ちゃま。マジ数年ぶりに選ぶと思う。いきます。おい、バランスよく配置されとる。ドン。完全懲悪か、さっきやったな。こういうことやんないとね、完全懲悪アタックやる機会ないからね。あ、もう絶対継続しないわ。もう41ゲームと61ゲームの172枚と、はい、これ行くんじゃねえか。あー行くね、これね。あれ役役でした。しかも強ベルでした。しかも行きました。もう一個チャレンジ確定。うわ、公演モードで突入したらもう確定なんじゃなかったっけ。多分次閉まると思うんだけど、これシャッター。ああそうだよね、完璧な手順踏んでやりましたわ、インローチャンス。はい、ここでバイちゃんも確定させよう。公演モード中はまさに完全懲悪がいいんですけど、いやまあちょっとやってみるか。残り1ゲームだから突入するときにはもう通常に戻ってる可能性まである。こんなに完全懲悪やることある？もう3回目よ今日。いきます。ここでまず 50% を通す作業。よし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 、 OKOK。 なんなら公演モードを1分の1まで上げたらとんでもないことになる可能性しかない今。レア子役引けない。ああよかったよかった。さあ追加と通せ。よし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 。でも全然レア子役引いてないから継続率上がってないと思う。あ、バレールショート、やばい。初めて完全懲悪でいい感じにできるかも。懲らしめておやりなさい。ジョグを回せ。なにこれすごっ。おい、すごっ。はい、オッケーオッケーオッケー。レア子役レア子役。いや引けねえか。続いてくれよ。いや続かないけど、でも継続率は上がっているっぽい。あ、もう終わったわ。とにかくやりました、大成功。120ゲーム、もう完全懲悪はいいかな今日。公演モード中の完全懲悪は楽しいな。今まさに黄門茶場すごい楽しめてる。状況によって引導チャンスを使い分けるというね。もうねバカの一つ覚えで裏挑戦やっててもダメなんです。こういうことだから黄門茶場勝つっていうのは。6連続、うわやっとりましたわ。いや素晴らしい、行っちゃって。さあ引導チャンスと堅実選びたいと思います。これ上乗せしか出てこないんですけど、確か最低40ゲームかな。でもね200とかもあるよ確か。行くぜ。何ゲーム最低保証、もう選ばない。なんやかんや587枚も取れました。 OK、8分の3。よし一発で決めるか、ドン。気持ちいい。203ゲーム、もちろん持ちコインでございます。今日かなり調子いいからね、表挑戦いきましょう。はい、あーまあしょうがないか、しょうがないしょうがない。いきます。
いいね。この抽選が受けられるから表挑戦がおすすめなんですよね。ダブルナビ、もうねダブルセロナビはね熱いってね、これパチスロの基本だから、基礎中の基礎。あ、チャンス目なんだ。次回予告、じゃあインローチャンス、もう決めてるよ。裏バランス、インローチャンス、6種類全てこれでコンプリートする。もう2分の1以上でドアツか家康と引いちゃいますか。 0.2% の家康、ここでドン。もうこうなってる時点で多分家康はないよってことなんだろうね。うわ、取れねえか2分の1。もう二度と選びませんこれ。最悪だ。はい、やっちゃったやっちゃった。ちょっと嫌な気分になっちゃいました。115枚、本日最低。すごいな今日、めちゃめちゃマグマで泳ぐわ。もうありえないくらいブラックな環境だもんね。マグマで泳がしてんだから。もらったでしょ、マグマから黄門ちゃま。ちょっと不安になりました。 OK、 129ゲーム持ちコインです。ここら辺ででかい波が欲しい。はい、明確に流れが悪くなっている。うわー、いった、びっくりした。スイカからかな。残り1ゲーム、めちゃめちゃ大事なインローチャンスいきます。ここでドラマティック家康やるしかない。徳川ドラマティック家康、いくぜ。おい、よっしゃー、これこれこれ、これが黄門ちゃま勝つです。家康やんないで黄門ちゃま勝つを語れるはずがない。いきます、よろしくお願いします。最低保証だけは避けたい。ドキドキして、よし、あー122ゲーム109ゲームだって。まあ OK、 まあ家康のおかげで432枚出てくれました。432枚とやめるならもう今しかないな。てかやめよう。16分の4、まあ4分の1、9分の5、結局図抜けていいわけじゃないんで、どっちも台探します。冷静な立ち回りしていく。はい、お久しぶりでございます。リーゼロから始まる世界生活、ラッシュ後32ゲームですね。まあ、座った理由が、まあ、すごいいいかって言われたらすごいいいわけでもないと思うんですけど、まあ、今ちょうどプラマイゼロくらいで、まあ、ラッシュ6回入ってると。で、まあ、普段なら気にしないんですけど、ここのお店リゼロ入ってるイメージ強いので、ワンチャンあってもおかしくないかなっていう。そして今投資が5000円の流してきました。大移動できないので、はい、302枚、あ、見えるかな。まあ、50枚プラスの状態ですね。あまりにも久々に打つわ。ほんと最後に動画で打って悪口とか言ってお別れしたんですけど、まあ、あの頃と比べて私スロッター力も人間的にもどちらも成長していると思われるので、久々にね打っていこうかなと。いきます。デムから逃げ切れ。星4つ、やりました。じゃあ鬼やつ、はい、やりました。投資が7000円、この台では7000円、合計で12000投資ですね。297ゲームこれでラッシュ入ったらもう大移動大成功どころの騒ぎではない。いやー懐かしい。うーん、 59%、 おめちゃめちゃいいじゃん、やりました。やっちゃってください、リカードさん。びっくりマークがめちゃめちゃ出てきました。あ、で強手は1体撃破確定、あのこれ聖夜と同じ。あ、まずは1体とやってくれ。AT 確定だこれ、やったね。こんな簡単に AT いっちまうか。いや大移動大成功でございます。100ゲームとか乗せたいね。
全部5ゲーム、うん、誰がどう見ても最低保証でした。いきます。さあパネル2回目、ドン、チャンス、本当にチャンスっぽいな。鬼圧出ました。俺の記憶より面白いな、リゼロ、ドン、大勝利で、まあ上乗せか、よい、30ゲーム。そうだよね、あんなに鬼圧の匂いを漂わってね、無関係だなんてしらずらしいにも程があるから、そりゃ30ゲームよ。ということで70ゲーム消化の610枚と、素晴らしい。ここからコンビニに行かないといいことが起こるんでしょ確か。ん、ああなんかあれか、煽りね、はい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 、はい、でこれでまあコンビニ1回行かないかと。行かなかったんですけど、有利区間継続だ。これも完璧な大選びだったんじゃないんですか私。おしまい、おしまい、SSSR、 これどう考えても天国でしょう。ほい、さあやりました、245ゲーム、もちろん持ちコインでございます。ドン、 1% しか上がんなかったか。さあ 51% デキレースでお願いします。うん、ダメだったか。ほい、まあ 51% だからね、大丈夫でした。サンキュー、うっしゃ、うっしゃ、いや、おお、俺これもうラッシュ行く気がするわ。さあラスト行くぞー、頑張るぞー。いや俺これね大丈夫だと思うんだよね。え、シンプルに 51% 2回も通ってたの。うわマジかこれ。いやそうだよね、もうこれは僕が 51% 3回通したわけではないと思います、さすがに。2連続で AT と我らの勝利でございます。おねだりアタック、40ゲーム以上目標に頑張る。あ、50ゲーム、よし頑張るぞ。いやー駆け抜けの375枚と、うん、行かない、やりましたわ。はい、124ゲームです。もちろん持ちコイン、行きます。悪ゲー攻略戦直撃しました。こんなに面白いキスだったか。リゼロから始める世界戦線生活、マジで5ゲームしか乗らないと。これが有力感引き継ぎの威力か。うわ揃った、これ揃うとどうなるの。あ、ボーナスか、ビッグボーナス、リゼロ最高。ほい、あー、え、最後の最後でチェリー、 でも弱チェリー、何もなし。51ゲームの538枚でした。ほい、え、すごいわこの台、何これ、すごー、すごすぎて取りこぼしてるもん。これ曲流れてるよね、もう皆さんご存知だと思いますけど、通常時に歌い出せば AT 確定です。もう引っ込みつかねえぞ、鬼熱すぎて引っ込みつかねえぞ、もう。ありがとうございます。242ゲーム AT 直撃やりました。もちろん持ちコインいきます。55ゲームですね、 OK。 いや上乗せが難しい機種だね、駆け抜け423枚、まだ続くか。あ、終わったわ、コンビニ終わっちゃいました。いやもう終わっちゃったけどもすごかったぞ。はい、645ゲーム、そういえばこういう台でした。アイコンが3つ、白と青と緑の激アリツアップがあると。じゃあ行きましょう。うわー 65% か。さあやっ
ってやりましょう。いきます。よし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 、とりあえず1体撃破と、あと2体、ほいほい、おーし、さあ残すところあと1体、絶対に突破してみせます。はい、いやこれで落としたら最悪だな。よし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 、なんか全然削れてなくない？大丈夫これ。もう行ったろこんなの。やりましたやりました、討伐隊の皆さんがやってくれました、ありがとうございます。レム気持ちいい、よかった、続けてありがとうございます。完全撃破と、俺たちの勝利だぜ。結局すべて AT つながってますね。いくぜ。でこれ要は弱 AT と強 AT で乗せ方が違うらしいね。で今回は絶対強 AT だと思う。めちゃめちゃ強 AT、 鬼がかった連打いきます。24ゲーム狙ってみる、揃っちゃう、オッケー。ふっ、レムレムチャンス、すんばらしい、鬼が勝った連打またやらせてくれるか。うまっ、30ほい、あー続かないか、でも OK でしょ。129ゲーム、あと170ゲーム乗せれば完走と。あー駆け抜け、この台上乗せできねえなー。まあでも一瞬で1000枚出ました。来てみろ、うん、まあ、コンビニと。ほい、やめていいと思うわ俺これで、多分そういうもんだよね。いややめるわ、楽しかったわ、リゼロ悪口言ってごめん。はい、ということで流してまいりました、こちらでございます。1887枚の回収ということで、トータルが600枚投資の2189枚回収なので、1589枚プラスかな。やってやりましたわ、ここのお店負ける気しないわ。勝率 100% 男の店内状況いきたいと思います。ということで店内状況、まあ、僕の台がこんな感じ、結局ラッシュ11回になりました。でスランプグラフ、俺が打ち出したのがまさにここっすね、完璧なてっぺんでやめてやりました。ちなみにやめた理由がこれ設定した系が出なかったんですよね。最高でした。はい、そしてこちらがマードツですね、北斗無双、こんな感じのグラフ。そしてこちらが笑うセールスマンですね。そしてこちらがラブジョン、私の打ってた肛門ちゃまは結局こうなってました。本当にやめてよかった、完璧なやめ時だったかもしれない。花々がすごいいいんですよね。そう、その前代グラフがすごかったんですよ。こちらがツインの A タイプ、こちらバーサスビッグ21回バケ22回と、まあ間違いないでしょう。この台も良さそうですけどね、空いてますけど。152分の1、ビッグ13バケ12と。はい、そして絆24箱くらい、はい、さあそしてあとこちらの絆2人変わってるんですけど、こちら4、5、6角出たらしいです。さあそしてこちらがゴージャグ121分の1、お隣が117分の1、そしてこちらがアイジャグ3箱、こちらもアイジャグ、こちらは4箱、まあ、ここ2台は間違いなさそう。はい、こんな感じでございます、素晴らしい。このマイジャグもいいっすね、多分人変わってるんですけど125分の1。さあそしてこちらも25の28と、そしてこちら12の13で121分の1、マイジャグ、こちらのマイジャグが27の19、129分の1と。はい、といった感じです、以上店内状況でした。はい、ということでお疲れ様でした。ね、勝率 100%、 2回までだったらまぐれですけど、3回になったらこれ実力ですから、2度あることは3度あるってね。いや、まあ朝一、まあ、肛門茶碗行って、もうプラスの段階でね
完璧な設定判別をして、でそこからさらにもうリゼロっていうね、もうリゼロでね出せる人はもうパチプロって相場が決まってますから、無事パチプロの仲間入りと。いやもうね、勝ったら正義だから。今回のリゼロがきっかけでもしかしたら目覚めちゃったかもしれない、パチプロ的な才能に。見てくれてる方よく言われるんですよ、僕の負けてる姿が好きだとかね。他人の不幸は蜜の味とも言いますけれども、皆さんも私の負けてる姿見られないかもしれません。先に謝罪しておきます。はい、もう分かっちゃったんですよパチスロのこと。パチスロって数学ですから。はい、ということでパチスロの才能に目覚めてしまった私も含まれるセブンズ TV のスケジュールがこちら、よろしくお願いいたします。ということで、次から参考にしたいからぜひパチプロの立ち回り見せてくれよなって思ってるそこのあなた、ぜひチャンネル登録をして私のアップデートされた立ち回りご参考にしていただければと思います。まあ、過去のはねあまり参考にしないように、反面教師的に立ち回りに役立てていただければと思います。そして勝率 100% なんてもうパチプロの仲間入りだね、すごすぎるわって思ってくれたそこのあなたはぜひグッドの方をよろしくお願いいたします。ということで、またセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。